見事な勝利ですが、勝利の勝因は、今日の勝因は、はい、皆さん今日も応援ありがとうございました。先ほど選手も言っていたんですけれども、2ヶ月ぶりに T リーグがあったということで、本当に少し期間が空いたので、今日の試合選手どの選手も本当にすごく緊張していて、少しプレーが硬かったりする場面もあったんですけれども、そしてビクトリーマッチまでもつれ込んだんですけれども、本当に最後まで皆さんが会場に足を運んでくださってたり、画面の向こうで応援してくださっていたので、本当にその声援のおかげで今日も勝つことができたかなと思っています。ありがとうございます。なかなかもつれた試合でしたが、はい、戦術的にはどうだったんでしょうか。戦術的にそうですね、普段本当に先ほど安藤も言っていたんですけれども、ずっと合宿をみんなでして、すごく試合に向けて戦術的な練習をしてきたりとか、それぞれがしっかり準備していたので、やはりその作戦の部分をしっかり出せていたかなっていうところと、また今日負けてしまった試合は明日に向けて反省すれば、まだまだ改善の余地があると思うので、内容としては悪くない試合だったかなと思います。ありがとうございます。西尾会場、明日も続きます。会場、そしてですね、この会場、そして配信で、見ている、楽しみになっているファンの皆様に一言最後にメッセージお願いできますか。はい、今日もビクトリーマッチまで行ったんですけども、明日も熱い試合になると思いますので、会場に足を運んでくださっている皆さんや画面の向こうで見てくださっている皆さんに、ぜひ応援していただきたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。勝利監督インタビュー、若宮監督でした。皆さんお気楽しお願いします。ありがとうございました。
回転。11 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 11